ばんは、キメラです。今夜も業界話をしていきましょう。テーマは恥ずかしい話。恥ずかしい話、まあこれはいろいろあると思いますよ。売ってて実践中のってことですね。実践中ですね、はい。生きていてって言うんじゃないですよね。まあそっちの方がすごいあると思う、数はね、はい、ね。生理現象に関してはもう皆さん結構あるんじゃないですか。だからって漏らす。北海道だとか思い出した。あの俺結構せっかちなんですね。はい。ね、もう肉とか焼いてらんないんですよ。うん、うん、ね。ジンギスカンを温まってくらいでこうずっと食ったんですよ、前の日に。はい、したら俺ほんと何十年目ぐらいお腹壊して、はい、来店イベント中にまあ漏らしましたよね。でそれはどうされたんですか。トイレ行ってもうあのパンツを捨ててあのノーパンでやりました。あのまあ今お店によっては引いた後にこうマス目に番号が書いてあってそこに並ぶ。あ、はいはいはい、あれですか、うん、俺昔あったら絶対嫌でしたね、あんなの。だってそれが嫌で学校行かなくなったわけじゃないですか。決められたところでこんなちっちゃなマス目156番とかにこう10分とか20分とか立ってる、そんなことが嫌でね、校舎の窓ガラス割ったりしたのに、なんでこんなみんなちゃんと立ってんだろうって、すごい不思議。やればできんじゃんって。あれを見て俺思いますけどね。どんな人も待ってるじゃないですか。これ何の話でしたっけ。難しい話からマナー良くなった話にちょっと、ちょやればできるって話いいんじゃないですか。あ、なるほど、はい、テーマ変わりましたね。はい、皆さんもね、やればできるんでしっかりとね、もうまあマナーを守って、そうです、他人に迷惑かけちゃいけない、はいはい、ということで締めたいと思います。はい、皆さんありがとうございました。福田部長もありがとうございました。ありがとうございました。この番組はコンコルドグループの提供でお送りいたします。コンコルドグループ、謎のボスが用意した6人のセクシーアイドルユニット、その名もシックスハンターデラックス。今回登場するのはシークレットハンター。今週も始まりました、魚拓とシックスハンターデラックス。今週も木村魚拓 VS シークレットハンターアイカの対決の模様をお伝えしてまいります。私井戸正勝、コンコルド福田部長、そしてジャンパリの健太くんでお届けしてまいります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて、そしてですね、今回も、この4月に、店長に昇格されましたこの方をお迎えしております。それでは自己紹介をどうぞ。はい、コンコルド800一宮美佐インター店から参りました棚橋と申します。コンコルド一宮店はパチンコパーソナルからスロットも前代パーソナルになりまして、移動が非常に楽になっています。スタッフもみんな明るいスタッフで、皆様のご来店をお待ちしてます。さてルールのおさらいですが、お二人はそれぞれ100ポイントずつ、ライフポイントを持っております。大当たりするごとに相手のライフを削ってまいります。そして今回もシークレットハンターということで、この後ダーツの的になる指令を5つずつ選んでいただきます。というわけで、お互いに相手の指令を抽選で選び、ダーツボードに自由に割り振ってもらいます。まず愛香さんの方ですけれども、はい、ジョーカーは私も考えなきゃいけなくてちょっと嫌なので。なるほど、はい、いろいろありますよ、これやばいですよ、カミングアウトなあ。ダサーだろ。まあ汚いのかな、綺麗なのかな。一応テレビで放送できるやつでお願いしたいと思います。さあお二人には対戦を頑張っていただきますが、今回の対戦台こちらとなっております。今回の対戦台はガロ冴島甲賀、人気シリーズ最新作が新時代の黄金スペックを搭載して登場。雨宮啓太監督脚本演出の新規撮り下ろし演出にも注目です。はい、ガロ来ましたね。そうですね、 P で来ましたね。そうです、はい、初代、復活と、まあはい、P 初のガロという形ですね、はい、ガロといえばコンコルドということで、はいはいはい、大量台数の、導入を予定しております。一宮、はい、といえばガロです。そうですか。ちょっとかぶしてくるね。さて、今回のガロですけども、スペックはどうなってるか健太くんお願いします。はい、こちらですね、 ST タイプとなっておりまして、うんはいはい、大当たり確率 319.68 分の1、
高確率中が 99.75 分の1、160回のロング ST となっておりまして、はい、大当たりの全てがなんと10ラウンド、約1500発獲得できるロングループプラス大量獲得に期待ができると、はい、いうことになっております。継続率は、継続率がですね、はい、80%。 おお、ガロで 80%、はい、突入は、突入が、シンプルに考えると 33.2 なんですけれども、はい、引き戻しを含めると 51.2% となっております。はい、通常あたりの後に100回での実弾、まあ、込みで 50% ということですね。そうですね、はい、やっぱ結構一撃性能ありそうだね、そのスペックだと。そうですね、ラウンド振り分けに悩まされることもないんで。なるほど、はい、じゃ純粋に電ちゃんを狙えばいいわけだ。そうですね。しかしアイカの格好は今日もまたすごいですね。ね、今回はポリスですね。多分福田部長を捕まえに来たんじゃないですか。いや、もう完全にもう露出してますよね。お腹あたりも出ちゃってますからね。私に勝った人全員逮捕します。ご褒美じゃないですかそれ。あ、木村さん希望ですね。残念な希望。全く希望がないですよね、ガロの希望は。いや、そんなことないですよ。わからないですよ。なんだ、電話来ない。あ、電話来ないんだろうか。おレイボー、レイボー、レイボーでしたね。確かにレイボーでした。今なんだ、電話来ない。あ、大きそう。レイボーでしたね。確かにレイボーでした。今なんだ、電話来ない。おい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 、初めて見ましたよ。気抜く、気抜いて、普通の剣、ガロ剣です。ザンバ剣ではないですね。で、今度押し込む。はい、はい、召喚、召喚。これはなかなかだな。いや、もうだって今の本当にガロフラッシュはレインボーでしたからね。うわすごい。私も剣触りたい。で、今回のガロの、フェイスの名前ですけれども、イリュージョンフェイスオブガロという名前がついております。 IFOG ですね。はい、これ金で撃破せよってなってましたね、今ね。これはすげえや。あ、そしてまた引き抜け。あ、ザンバ剣です。今度はザンバ剣が出ました。すげえ。はい、おめでとうございます。今週は木村さんが先制しました。ただし図柄が変わるかどうかがまずポイントですね。ガロが出てきました。さあ、ここから選ぶんですね。3択になりまして、赤は各辺です、うん、なるほど。青、さあどれを選ぶか。どうですか。青ですね。あ、自分で選ぶんじゃないですね。それは選ばれちゃうんですね。絶対赤を選びますよね。ちなみにこれは当たったら全部10ラウンドですか。全て10ラウンドですね。なるほど、はい、さあ、木村牛拓は至福の時を打ることができるか。 ST だと至福の時。ガロは大体、ね、いい方を引いててもこの後ですもんね。そうですね、この連打でっていうパターンが多いですね。ああ、でも甲賀の攻撃だ。甲賀のカットインが入って、さあ、勝っているのはどちらでしょうか。おー、行った、行きましたね。これはみんな振り向くやつだ。すごい。愛知県コンコルドグループからのインフォメーション。1111ブレイク店では、ガロ、サイズマトーガ28台、ヒガンジマ1台、ストレートセブン1台、ストライプウィッチーズ1台ほか、ご覧の機種が近日投入。週末もブレイズでお楽しみください。1177大口41号通り店では、ガロ、サイズマコーガ20台、ストレートセブン1台、新怪獣王ゴジラ1台、ガールズ&パンサー G、 これが私の聖シャドウです、3台近日投入。1220名古屋港23号通り店では、ガロ、サイズマコーガ41台、ストレートセブン1台、新怪獣王ゴジラ1台、ガールズ&パンサー G、 これが私の聖シャドウです、4台近日投入。1020トヨタインター店では、ガロ、サイズマコーガ40台、
ストレートセブン、新怪獣王ゴジラ、ガールズ&パンツァー G、 これが私の戦車道です。4台近日投入。880愛妻日比野駅前店ではガロ・サイズマコーガ20台、ストレートセブン1台、新怪獣王ゴジラ1台、ガールズ&パンツァー G、 これが私の戦車道です。2台近日投入。下店ではガロ・サイズマコーガ近日投入、モードパチンコ、ドラムエヴァンゲリオンゴールド1台、デビルメイクライ41台ほか、ご覧の機種が投入完了。西尾店ではガロ・サイズマコーガ、ガールズ&パンツァー G、 これが私の戦車道です。近日投入。今週末も朝9時開店のヨネコンでお待ちしております。スマートコンコルド碧南店ではガロ・サイズマコーガ、ガールズ&パンツァー G、 これが私の戦車道です。近日投入。週末はスマコンでお楽しみください。コンコルド各店では皆様のご来店お待ちしております。さあ ST 私服の時、はい、突入です。これ初めからというのは 99.9 秒バトルですね。で宿命バトルってさ、定めバトルはこちらは騎馬との対決ということになります。で今回のバトルですけれども、いつも通り2000発で、10ポイントということなので、木村さんは10ラウンド1500獲得してますが、まだ愛花さんのポイントは削っておりません。どうした、全然来ない。ちょっと強い相手との、あー赤堀流、お赤堀流、さあ木村さんこれは転敗するでしょう。さあそのままガロ召喚というパターンもあるし、転敗はするでしょう。はい、うん、でこの 99.9 秒以内に、まあ、まずホラーとバトルをするかです。これはあの位置変動中ということなので、ここはもう、まあ、打たなくてもいい、はい、まだ煽らない。8秒、7秒カウントダウン、赤堀流でしたよ。ちょあら、からの、新滅重心、これはあ、これで当たりです。はい、なるほど、そういう流れなんですね。だホラーとのバトルではなくて、もうこれは最後の逆転勝利ということになりました。さあこれで1500発10ラウンド獲得と。ガロはいつもそうなんですけど、まずこのハードの凄さになれるのに3日かかりますからね。おが、お、行きましたね、ガロ。いいんじゃないですか。あれ、ボタンとか今レインボーになったけど。どっちがですか。あ、これで当たりですね。当たりですね。レインボーで。あ、え、当たりましたよ、相方。イエーイ。やりましたね。追いつくためには ST に突入させたい。さあ、白が勝てばラッシュですよ。あ、やっと。おお、お見事お見事。魔界チャンス獲得。いやー嬉しい。ジャバジャバ。さあ愛花さんも私服の時に入りました。はい、先週とは逆のパターンです。待って。置いてかないで。おおおおおおお。あっと、ザンバ剣が出ている。はい、3連目。さあ3連ちゃん、大当たり回数でいうと、まあ、木村さんが3回で相田さんがまだ1回と、はい、ということは表示でいうと4500ぐらいは獲得してるそうですね。はい、相田さんの指令が1つ決まっておりますここで。お、あ、赤、赤いですね。チャンスアップ、チャンスアップで、はい、よし、これで、まあ、撃破、ホラーを撃破したということですね。
レインボーインが消滅。豪華だなこれは。ちょっと相川さんまずいですね。90回やばいです、ね、カミングアウトになったらどういうのがどういうのがあるカミングアウト、うん、言える範囲内です。言える範囲内だったら結構漏らした系の、はい、漏らした系、何を漏らした系の話になっちゃう。漏らした相川さん、ちょっと一回手離しましょうか。手離してちょっとこの今の保留消化させましょう。あ、よくあるあの ST の攻略法ですね。なんとかしましょう、みんなで。これスルーしたら伊田さんのせいにしていいぞ。伊田さんのタイミングだからな、これ打ち出すタイミングは店長に決めてもらう。イケメンの店長に。店長3秒前2、1、打ち出しお願いします。さあ、これで運命がこうね、素敵、はい、愛香さんの運命も決まりましたよ、これで。え、相川さんの運命も決まってます。当たるかどうかの運命が。当たる。ダメですね。1です。これでラスト。ラストそうです。やばい、お願い、うん、赤の剣止まらず、ポケということで ST するんです。マジ負けた、残念。いやー、愛子さん反発する、痛い。さあ、ラスト回転、うーん、青かボタン止まらず ST 抜け4連という結果になりました。じゃあですね、お二人とも手を離してください。愛知県コンコルドグループからのインフォメーション。1280稲沢店ではガロ・サイズマコーガ40台、ヒガンジマ1台、ストレートセブン1台、新怪獣王ゴジラ1台、ガールズ&パンツァー G、 これが私の戦車道で3台近日投入。800春日井店プラスではガロ・サイズマコーガ32台、ガールズ&パンツァー G、 これが私の戦車道で3台近日投入。話題の最新機種が続々導入予定。コンパチへご来店お待ちしております。800一宮美山インター店ではガロ・サイズマコーガ20台、ストレートセブン1台、新怪獣王ゴジラ1台、ガールズ&パンツァー G、 これが私の戦車道です1台近日投入。1020カリアチリア店ではガロ・サイズマコーガ40台、ストレートセブン、新怪獣王ゴジラ、ガールズ&パンツァー G、 これが私の戦車道です近日投入。週末もメガコンでお待ちしております。345吉浜店ではガールズ&パンツァー G、 これが私の戦車道です近日投入。週末もメガスロのスロットでぜひお楽しみください。岐阜県コンコルドグループからのインフォメーション。1515大垣インター南店ではガロ・サイズマコーガ18台、ストレートセブン1台、ガールズ&パンツァー G、 これが私の戦車道です4台近日投入。7月もメガコン大垣店でお楽しみください。777岐阜大島駅前店ではガロ・サイズマコーガ20台、新怪獣王ゴジラ1台ほか、ご覧の機種が投入完了。週末も7コンでお楽しみください。ディスカウントコンコルドプラスではディスクアップ全2台、エヴァンゲリオン超暴走4台増大完了、マイフラワー2台ほかご覧の機種が投入完了。コンコルドグループではガロ・サイズマコーガ全店近日大量導入予定、全324台、ぜひお近くのコンコルドグループにてお楽しみください。コンコルド各店では皆様のご来店お待ちしております。さあ、お二人とも ST 抜けてしまいましたが、木村さんが4連してますので、愛香さんの得点80ポイントを切っております。なのでここで木村さんにダーツを投げていただきます。はい、いきます。はい、狙い通りですね。さあ、お題なんですけれども、店長に決めてもらいましょう。じゃあ、福田でお願いします。カタカナでいきます。はい、お願いします。で、可愛らしいですね。最後可愛らしいですね。素晴らしい。堪能しました。で、愛香さんの指令一つですが、まだバトルは続きます。はい、愛香さんにも逆転のチャンスは一応残されております。そうか、最初にもう一回当てんのか。
さて収録時間も残り少なくなってまいりまして、まああと一つね指令をこう見たいなということなので、そこは早引きで決めたいと思います。なかなか無茶なこと言うな、319の早引きってまだ木村さんに指令をしていただく可能性もあります。嫌な指令ばっかりなので、はい、今日たくさんも一回終わったりしたらもう指令をもう一個愛花さんに何かをしていただく。なるほど、あ赤だ、赤炎でいきましょう。ちょっとチャンスですよ愛花さん。よし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 、1連敗。ここでのチャンスアップはないか。お願いします。どうでも変わった顔が、でもねイリュージョンフェイスオフガードが来なかったですけど、これは一番期待度が低いやつかな。どうなんですか。ただこの後の展開次第では当たりにもちろん結びつきます。あ、これ、はい、これ大チャンスになってきました。よし、おい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 、ちょっと待って、こういうパターンは初めてですね。そうですね、途中で変わりましたね。なんかすごいことになりますよ、はい、かっこいい、惜しい。アジューラ元気を金ということで大チャンスを迎えております。どうだ、押し込んで押し込んで、あ触れた、来た来た来た、ええブル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 、来ました来ました。ちょっと待って、お見事、大当たりです。当たりやがったのお前薄いところから来ましたね。イエーイ、さあ見事に愛花さんが最後に大当たりを決めまして、まあ、お二人の対戦的には木村さんの勝利なんですけれども、木村さんに指令を一つぶち込むことができました。よかったですね。やっぱ俺刺さってもやだな。あー間違えた、あーいいか俳句の方になりました。フランシンボエムがいい、もう一回やった。さあということで、木村さんに一句読んでいただくわけですけれどもはい、はい、これもね一応何を読んでいただくかということになりますよ、ね、夏ですか、はい、夏の恋夏の恋ね、あ、まあいいじゃないですか、うん、夏の恋だったら読めそうです。というわけで木村魚拓さんには夏の恋をテーマに一句読んでもらいましょう。夏の恋と最後の女、その2つにかけました。おさすがですね。それではお読みください。木村君、最後におじさん連れてきて、夏のある日その子はもう実家に帰るってことだったんですよ。で、じゃあいいよ最後何でもいいよ、好きにしたいことやりたいことって言ったら、最後に知らないおじさんを連れて3人で死ぬえ、どんな願望ってことですか、そういう。そうそう、最後に東京の思い出にするとしてみたいな、もちろんして断りましたよ本当ですか、はい、本当に。20歳過ぎのお話ですかねこれは、もちろん番組をご覧になった皆さんだけしか、まあ、意味通じないと思いますけどこの色紙が欲しいという方はぜひとも番組にお便りをいただきたいと思います。来週は、魚拓さん対畑野由衣さんということになっておりますので、そちらもお楽しみに。それでは今回はお別れします。さようなら。この番組はコンコルドグループの提供でお送りいたしました。